可是我们终于来到一个句号，窗外不愿飞的蜂鸟也在哀悼，就是再也不会听到我们争吵，你会不会少了一点烦恼？回到熟人眼前，回忆就在眼前。お前みたいな協調性のないくらいだけのやつと友達だよ。友達なんでそれウケる。いじめてたやつと友達。ユキの先生、やめるそうです。関係ないんだけど。あ、ないんだババア。我的心，你到底你是谁的？阿姨，你阿姨，你知道吗？阿姨，何ですか？何可以？なぜ？なぜ？なぜ？わかりません。愛してるを知りたいのです。说句心里话。